いただき女子リリちゃんの内容、だいたいわかる？なんか、爆笑獄中の手紙みたいなやつ。そんな、わかんない、俺さ。それじゃなくて、本当にこの事件自体が面白いなと思って。金を踏んだくったみたいなやつだよね。そうそうそう。いただき女子リリちゃんは、なんか、ホストに貢ぐために、マッチングアプリで知り合ったおじとか呼んでんだけど、おじって、あとなんかマニュアルにジジイ2ってのがあるのでみんな吹いたっていうのが話題になってて、ジジイ2。ジジイ1となんかジジイ2とか、こうなんかタイトルが多分あって、それも笑ってたんだけど、なんかそう、マッチングアプリ知り合ったやつに、会社をやろうとして、それの負債がなんか何千万かあるって言って嘘をついて、だからってお金をくれとか貸してとかも言わずに、なんかあっちから貸すように仕向けるみたいな。本当は会社の負債なんてないのに、それをホストに貢いで、マニュアルを作ってそれを売って、それを使えばなんか詐欺幇助の疑いみたいな、なんかみんなにその仕組みを教えるのも犯罪だみたいな。で、捕まって、しかもなんか執行猶予あるかと思ったらさ、もう実刑で、一発で。一発9年だったかな。でもなんか、なぜか罰金が1000何百万とか、何億って取ってんのに、なんか10分の1ぐらいの。実際思ったのがさ、その彼女がやったことは全然いいことだとは思わないの、別に。いいことだとは思わないけどさ、恋愛っていうか、世の中の男女って大体そうじゃねえと思うんだけど。確かに、そうだよね。なんか、どこが嘘が、じゃあ、例えばさ、付き合おうか付き合わないか迷ってて、ご飯行きたいなとか言ったすんじゃん、誰か。斎藤さんがちょっと好意のある人がいて、いいよって斎藤さんがおごるとするじゃん。まあ、大体おごるじゃん。だからさ、実は、全然別にお金がないわけでもなく、付き合う気もないけど、お腹も空いてないのに。だけどなんかまあ、暇だし、いっかと思って行って、おごらされたって言ったらさ、それさ、詐欺なんてなるじマジでその辺、どうなってんの？そのリリーちゃん。リリーちゃん。いや、ほんとそこなんで、だからその、なんか裁判官なのか法律なのかわかんないんだけど、だからって、だからみんなやってるからリリーちゃんおかしくないとは俺は言わないけど、だったらなんか全員取り締まれよって思っちゃう。ちょっと待って、リリーちゃんさ、調べてみよう。リリーちゃん、スペース何が悪いで調べてみよう。これ、グーグルで検索して出てきたもんも、まんまに読みますよ。もうなんて、今ほら、グーグルってさ、その検索の結果でもう答え出してくるパターンあるじゃん。そこを読みますよ、もう。検索して上にあるやつ。いただき女子を名乗り、男性の恋愛感情を悪用して1億円以上の現金を騙し取った罪。以上？もうここ以降は、要は騙し取った罪などに問われた25歳の女っていう。つまりここ、だから何が悪いことしたってこの部分だよね。いただき女子を名乗り、男性の恋愛感情を悪用して1億円以上の現金を騙し取った罪。恋愛感情を悪用しっていうのが全然わかんない。いや、意外ともしかするとここもよ。いただき女子を名乗りの部分じゃない？ちょっと、なんか、固有名詞が良くなかったって、だったら俺裁判官に言ってほしかった。いただき女子を名乗んなきゃよかったんじゃない？そうそうそう。そこじゃない？他のやつとの違いは、他の一般的に恋愛であり得ることと何が違うかといえば、こいつは、いただき女子って言ってるからじゃない？でもね、それね、判決で裁判官はこう述べましたってところに、いただき女子っていうのがちょっといただけないっていう話をしてくれてないわけ。じゃ、本当に主文。いただき女子って言ったからじゃない。男性の恋愛感情悪用しとか言ってたのはよくね、なんかね、裁判官が言ったのは出てくんの。じゃあ俺、リリちゃんに言ってほしかったの。あ、裁判官、結婚してますかっつって。結婚してますっつって。あ、奥さん多分専業主婦ですよねっつって。お、専業主婦だけどって、そんなやりとりできないけどさ。専業主婦ですって言ってさ、いただかれてますよって。え、あなたがそう思ってないけど、あっちはいただいてるつもりですよって。そうだよね。いいんですかって。でもそうだよね。あなたがいいって思えば、いただかれてもいいんだよね。私の場合は、おじが
いただかれちゃったよって怒ったか怒らなかったけど、うんうん、でも感情の違い、怒ったか怒らないかの違いで、いただかれてるっていう事実は一緒ですよって言ったらさ、どう思うんだろうと思って。じゃあお前がいただき女子と言ってるところだ、そこだカンカン、えい、いただき女子と言っているところだ、うちの家内はそんなことは言っていない。そっかーってなるけど、もういただき女子と名乗っちゃいけないなんてさ、法律どこの日本の刑法に書いたんだよってさ。でもその悪意を丸出しにしてるもんね。要はさ、建前上さ、その今言ってる恋愛とかはさ、そこはさ隠すじゃない。うん、わかるよ。それが悪手だったっていうのはわかるの。うん、だけどそれ刑法に書いてないよねと思う。刑法にね、そのね、刑法にあのさらけ出しちゃってるやつはダメですっていうのは書いてない。え、さらけ出し罪だよね。そうそう、だったら俺さばいていいと思うの、リリちゃんを。いやで、リリちゃんも俺ダメだよ、人間として終わってる。で、被害者の人も、まあ、終わって、全員終わってるので、ホストも終わってる。ミネダイがよく言うクズがクズをクズ扱いして、そいつがまた誰かをクズ扱いするっていう、そのクズの連鎖が続いてる、このすごい楽しい世界だと思うのね、これは。俺すごいこのニュース大好きなの、楽しくて。クズがまたクズを呼んで、なんか あ人間だーって超思うの、なんかこれ映画みたいじゃんと思って。で、ホストは何も罪、あ、ホストもなんか罪あったのか。でもホストはまあ実刑は書かれてないわな。でホストもなんか肩書きがいただき女子をいただいちゃうとかって言ってたら多分ダメなんでしょ。そうだね、全部それ言ったからさ、刑法に書いてないでしょ多分。いただきっていう、あ、いただきがダメですみたいなさ。辞任罪じゃない。辞任罪かん。それもで精神鑑定、精神鑑定にね、連れて行かれちゃうよね。ねえ。で、なんかさ、そういうことってあると思う。なんか、ああ、なんか、例えばさ、約束すっぽかされたとかさ、そういうのってさ、いろいろ時間使ったり、わかんない、交通費使って、なんかいろいろスケジュール組んだりしてさ、その、金銭には、その要するに何だろうな、お金にはなってないけど、お金かかってる部分ってあるじゃん。そういうのはでも、世の中でいっぱいあるけどさ、罪に問われないわけじゃん。それ、名乗って逮捕されるか実験してみようかな、俺。どういうこと？時間いただき、なんとかくんみたいな。時間いただきくんって、時間いただきくんって言って、いろんなやつと約束をすっぽかしまくるっていう。それは、時間いただきくんですよって、あ、いい。なんで、裁判には呼ばれてんだ、ちゃんと。呼ばれてんの？君もなんか、そういう自分から来てるやつはちょっと、みたいな。時間いただきくんつって、人々の時間をいただくって言ってたら、それはいいのかな、ね、本当だよ。だからさ、何がいけないのか、すげえ俺さっぱりわかんないのよ。シンプルに詐欺罪に当たんの？恋愛感情を悪用するって、全員やってんだろ。マニュアルをなんかルフして売ったってのは、なんか、ギリわかるの。何罪なんだこれ。偽証罪なんか。詐欺罪だって。え、だから恋愛の中で嘘って、え、お前嘘ついたことないのって思う。うん。裁判長って真面目でエリートだから、お前もしかして全部みんな本当のこと言ってると思ってるっつって。ある意味、だからそういう、この司法は全男の気持ちをもう代弁した偉大なる裁判なんじゃない？いや、俺本当そう思っちゃった。これはある意味全男が、この判決を、なんかもっと自分たちの糧にした方がいいんじゃね？でも別に俺そういう立場じゃないか。なんつうの？まあ、俺も直でその立場じゃないんだよ。俺もその立場じゃないんだけど、世の中ってそうらしいよ。世の中って今言ったように、なんかそういうふうに、なんか本当は汚ね、リリちゃんはある意味、いただき系って言うからまだ偉くて。うん、でも本来はいただき系だなんて言ってないくせに、いただき系のやつがいっぱいいると。そうそうそう。で、そこに対する、もうある意味、もうさ、かわいそうなんだよ、いただき系って言って偉いのに、影の潜在的にいただき系もまとめて、うん、リリちゃんはこんな風に宣言して分かりやすくやってたけど、うん、お前らのことでもあるぞ、次はお前らだぞっていう。そう、そう言いたいんだけどさ、その潜在的なやつは辞任、私は違うって思っちゃってるから、届いてないのよ、それが悔しいとか。だからそれじゃあこのチャンネルで言ってこう。うん。タイトル、リリちゃんなあなたへ。全員の胸の中にいるリリちゃん。女はすべてリリちゃんです。
それもちょっと。全ては違うね。全ては違うね。え、でも、だからさ、俺、リリちゃんの方が俺なんか俺、いいなと思って。いや、でも俺も今この事件そんなに深掘りしてなかったけど、ちょっとすごいことやってのけたなと思った。その、男側の、なんかその、これはある意味、鉄槌というか長らく続いてきたこのなんか、恋愛の駆け引きが分かんなくて、きっと、うん、なんかあの子に騙されてよとか、なんかブランド物おごったけど、貢いだりしたけど、なんか実はその気がなかったっていう痛みにあったやついそうじゃん、いっぱい男が、うん。それがさ、キャリアの上層部にいっぱいいたんじゃない、権力持ってる。裁判官とか、検察とか、その、権力を持つ50代がちょうどそういうバブルとか、その時に、そういうリリちゃんみたいなやつに、やられてきたな、俺たち若いやっときに、みたいな、今、それが立ってんっていう。職権乱用だから、職権乱用が発動したんじゃない、ちょうど。金額の問題なのかな、だって人生みんな生きて10万何十万かは絶対いただかれてるでしょ。いっぱいいると思うよ。だからそれをさ、これ問題なのは多分さ、この人がマニュアル化して販売したまでやるから、そこで言っただけで、うん、だから俺そっちだけでさばいてるのまだいいのよ。でもそっちだけじゃ弱いからもうまとめたんでしょ。それこそまとめたっていうか、もうそこはもうじゃあその職権乱用の怨念が、そうだから俺、それを誰も言ってくんなくてさ、どのチャンネルっていうかさ、ないのよ。だって、そんなこと言ったら斉藤さんさ、うん、結婚する前に何回かいただかれたって、もしこれが犯罪なら、リリちゃんのが本当に犯罪っていうか、もう犯罪なんだっけってことになったけど、うんうん、いただかれたってことはあるはずでしょ。ただなぁ、俺、まあ、ご存知、結構貧乏な人生なんで。いや、だから、桁とかいう問題、だから桁はいろいろあると思うけど。100円、200円の話？ 100 円、200円でもだから、とりあえず。うん、なんだろう、それ。あ、じゃあ、これはやめようか。いや、いいよ、いいよ、いいよ、これ、こういうのやらないと、ちょっとさ、先進めないよね。つまり、それは桁は抜きにしても、少額だとしても、うん、その、もしかすると、いただかれちゃってんじゃねえのみたいなこと。自分はそう思ってなくても、うん、今回の事件が、成立しちゃうなら、過去に遡って、あ、じゃあいただかれてたってことにもなるなってことはあるでしょ。だからさ、それはやっぱり多少の食事代とかあるじゃん。そんないいとこじゃなくても。うんうん、そうそうそう。そういうことでしょ。なんか、ずっと長らくある男がおごるよね、みたいなシーンでしょ。うん。そう。あるある。でしょ？うん。だから、今後恋愛は一方がおごったら犯罪になるからやめなきゃいけないってことになっちゃう。もうさ、やったやらねえの同意、うん、おごるおごらねえの同意、うん、すごくない？もうこれもう分離だね、完全に。これもうすっごい手前からもう犯罪が始まってるんだこの性をめぐる。すごいね。リリちゃんをさ、フェミニストはかばうべきだと思うんだけど。そうだよね。クソフェミニストでしょ。そうだね。クソフェミニストはもうかばってほしいんだ、リリちゃん。かばえないんじゃない？やっぱ、うわぁ、いや、怖えなぁってやられ、女の一番タブー、女のパンドラの箱を。リリちゃんが開けちゃったから。これ被害者も戦えてるらしいよ。そういうことしたっていうことだ。うん。おめえ何十歳も差し切れない。おめえなんか相手にしてるわけねえだろ、みたいなさ。まあでもな、もともと言えばそもそもキャバクラだってホストクラブだってそれじゃん。そう、それなんだよ。だから、個人事業主でやってましたって言ったらいいのかな。屋号を持ってね。そう。そうだよね。それで、店、店舗型じゃなくて、なんだろう、会いに行く型とか、なんつうの、連絡。待って、そもそもこれ脱税でしょ？違うのかな、ね、納税してたのかな。確かに、脱税で行けばなんか俺、今納得いった。だよね。脱税だったら納得いく。これは個人事業のホスト、なんかホストやキャバみたいな。うん。で、ね、あれも同じことじゃん。要は自分のことを応援してもらうために、めっちゃ高いお金で、うん、ね、払わせる。同じ構造でしょ、その。だったら個人事業主って考えたら、それで納税すりゃいいじゃん。うん。あれ、実際個人事業主らしいしね。で、脱税でいいんじゃないの？あ、それだ。え、これ誰が告訴したの？それすげえ気になる。ちょっと喋ってみようか、リリちゃん脱税で。リリちゃんを告訴したの誰なんだ？ 4,000 万円を脱税したなどの罪に問われていました。あ、脱税の説もあんの？え、全然それニュースになってないね。
すごいぞ、ヤフーファイナンス。このニュースのおもろいのが、ね、あのヤフーファイナンスの項目のニュースなんだけど、これ。頂き女子リリちゃん、懲役10年前後、出所後も3億近い納税義務が残る可能性。本当だ、所得税約4000万円だっす。え、じゃあ職業とみなしてんじゃん。え、違うのか。そうだよね。そうだよね。詐欺と詐欺幇助罪での量刑が懲役10年前後だったとしても、罰金1200万円は減額されないだろうし、脱税での実刑が加算されれば、あ、これはまだこの後加算される可能性があるの？脱税の実刑が。だからさ、これさ、脱税って言うと、じゃあ事業だったのかってなっちゃうから、うん、今そっち言えないみたいになってるのかな？誰が？国が。わざと？確かにそうじゃん。脱税ってことは、じゃあそれが事業だったんですかっていう。詐欺じゃないんですねってなっちゃうじゃん。うんうんうん。だから、現時点で脱税って言えないのかなっていう。え、でも、脱税の、では、裁かれてないってこと？疑いが、え？今、この Yahoo ファイナンスの記事だと、うん、詐欺と詐欺幇助罪での、量刑が懲役10年前後だったとしても、罰金1200万円は減額されないだろうし、脱税での実刑が加算されれば、懲役12から13年は確実で。まだ終わってないんだ。ね、だから、よくわかんないね、この辺が。この一文を読むとそういうふうに書いてあるから。確かにさ、これを脱税って言ったら、じゃあ事業なんだっていう。それじゃ事業だったら、前の部分は詐欺、なんかいいんですよね、そういう事業でってなるから。うん。脱、どっちかじゃないこれって。だから裁判官が俺たち、恨みを、今までの恨みを晴らす方向に行ったの。恨みを晴らすならば、そもそもそれ、そういう男を騙すことが罪なんだ、みたいな。男性心理を手玉に取り、行為につけ込む狡猾な犯行。何の犯行だよ、それ。何罪だよそれ。ああでもこれおもろいな。やっぱそうだよ、脱税はできないんだよ。脱税というふうには認められないんだよ、これを生業として。おかしいんだよこのさ、この文章を読むと、これ読むと、起訴状によりますと、頂き女子リリちゃんこと渡辺麻衣被告は、マッチングアプリなどで知り合った男性3人から現金合わせて1億5000万円以上騙し取った上、その所得を申告せず、およそ4000万円を脱税したなどの罪に問われていました。え、これさ、騙し取ったお金って申告できんの、とりあえず。本当だよね。え、どういう項目？なんか、私1億5000万騙し取ったんで、これ確定申告したいんですけどって言う、できる。え、それ、勘定項目何なんそれ？何で？いや、寄付。いや、寄付をしたならわかるけど、寄付もらった時ってあんまわかんないな。あ、でもそれ、青チャンプが一応ね、所得になるみたいなこと言ってたかもな。騙し取っててもってこと？あ、騙し取ったっていうかじゃなくて、人からこう、うん。あ、じゃあ、騙し取ったじゃなくて、人から1億5000ももらったんですっていうふうにした、そういう所得申告ができたんだ。うん、多分そうすればできたかもね。え、もしそれをしてたら、え、なんかちょっと変わったのかな、局面は。いやでも一応、これそれ多分男性側が訴えてたのかな。でも男性側がもしさ、騙されて振り込んじゃいましたって言ったら、まあ、もしリリちゃんが、私と、うん、話した、会話したり、会ったことに対する金額が、1億5000万円。わかんない。いっぱいいるから、1人から1億5000万じゃないかもしれないけど、じゃあ500万円ですって言われたら、それって単純な売り上げじゃん。そうだね。だから、嘘をついたっていうところがでかいのかな。そうなってくるとさ、マジで、だいたい結婚する前に嘘ついてる、ちっちゃい嘘とかいっぱいついてないの、みんな。まあでもさ、それって世の中そうだなと思うのって、車のさ、スピード違反なんてみんなしてんのにさ、うん、ついてるやつだけ捕まるじゃん。そうだね。リリちゃんはそれでしょ？リリちゃん、ほんとそれだと思う。他にもいるじゃない、女はみんなそんなもんじゃないですかってリリちゃん多分言ってんだけど、あるやりとりね、もう今通ったやつ、あそこの女も騙してますよっつっても、ネズミ取りに引っかかっちゃったんだよね。そう思ったよりもネズミ取りで取ったやつがパンチが強かったっていう、うん、そう。いや、そうだから、俺がね一番問題にしたいのはね、リリちゃんは良くないって思ってる、ちゃんと。リリちゃんもおかしい、ホストもおかしい、被害者もおかしいって思ってるけど、
じゃあ、他の人はなんでいいのって思っちゃう。もうそれ本当、スピード違反と一緒だよ、だから。うん、本当、だからその、社会ってそうなってんじゃんっていう、その、わかんねえなっていうさ。うん。で、これで執行猶予ついたり、なんか、うん、なんかもう懲役3年とかさ。ちゃんと罰金払えばそうなるんだって、これ。ね、その罰金もいただけばいいんだろ罰金もいただけばいいんだよ、もう。しかも、その理由は嘘じゃないから、今回は。嘘じゃないから、ね。確かに。当時、罰金がいるんだ、つって、ね。罰金がいることに対していただくことは、それも嘘じゃないから。うん。クラファンやったらすぐ集まるね。この動画使ってもらっていいっすよ。あ、クラファンやるこれで、俺らが。俺たち、俺らに得がないのに、このロジックを全部語るの、クラファンのページに。女なんてそんな、みんなそうなのに、みたいな。スピード違反で捕まったようなもんです、みたいな。男性心理を手玉にとか、大体手玉に取るだろ。ねえ。割と普通のことだよね。手玉に取んなきゃ始まんないだろ。彼の気を引こうと化粧をし。そうそうそう。ほんとそう言ってるようなもんなんだ。過剰に化粧をし。過剰化粧に。すっぴんは全然違う。彼氏はいたけど、暇つぶしで遊んだことが罪みたい。うんうん。じゃあさ、最近、旦那が構ってくれなくてさ、とか、最近妻が全然構ってくれなかってさ、つって、うん、友達と、異性の友達と飲み行ったら、それってもう罪、うん、罪になっちゃうと思うね。この論理って言ったら。そうよ。本当は、本当はその人と一緒にいたいのに、うん、ただ、なんか相談して飲んで、なんか、時間を紛らわそうとしたって、っていうのも罪になっちゃうじゃん。その本当は旦那イコール、ホスト、リリーちゃんで言う、うん、その人にいっぱいお金を使いたり、その人と時間を使いたいのに、そうはならないことをによって、その相手に対して時間やお金を使わせたらさ、じゃあ罪じゃんってなっちゃうじゃん。そう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 。でもそれ罪じゃなくて、世の中にはびこってるやん。そう。でね。俺思ったの、そんでさ、そういえばリリちゃんのことで俺思ったこと、すればなんか一個あったなと思ったのが、うん、あの、あれよく言うじゃん、その、なんけ、あの、ハムブラミ法典だっけ。目には目をみたいな。俺それでね、本当にあれってよくできてるなと思ったの。うん。今回のことと、例えばじゃあ、強盗殺人をした人とか、犯罪とかいろんなものあるじゃない。うん。で、なんかいろんな犯罪が全部あったものが、こう裁判ってものにかけられて、で、うん、懲役何年とか、まあ、死刑とかじゃん。うん。なんかそれはやっぱりおかしいだろうってやっぱ思っちゃったね、今回の事件で。同じことで返せばいいじゃないかって。そう、別に閉じ込めたってさ。うん。そうだね。だからこの3人に迷惑かけたんでしょ？この3人の人からお金取ったんだから、あなたはこの3人に対して、もう働き先も決める。あなたはここで働いてください。そしてここで働いたお金がここの3人に分配されますと。だからよくできてるなと思うんだよ、あの、目には目をっていうのは本当に。ね、俺いつもこの話するんだけど、捕まった人が最終的に集まった時に、お前何やって捕まったんだよって話するんだろうなと思った時に、おのおののやつを持ち出すわけじゃんか。うん、で、あの、僕は鳩を引き殺したんだよがいるわけじゃん。でも、その人の場合、目には目をと引き殺される刑だけどねっていう。やばい。あ、でもそれは、鳩が運転する車でっていう。で、それどういうふうにやるかっていうと、なんか車を、とりあえずアクセル踏める装置みたいなの用意して、鳩を車内に放って、偶然鳩がなんかボタンを押しちゃうと車がバーっていくみたいな。それも鳩じゃねえじゃん。形式上、鳩の何かによって作動したボタンで車が直進するっていう。で、形式上でいいならやべえよ。ちょっと餌とか置いてあったりとか、そのボタンのとこに。で、コン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 ってやったら、それでアクセルかかって、ブワーって引き殺すみたいな。だめだ、鳩からしての車の概念のやつだよね、いつもの。鳩界の車か。うん。ねえよ。鳩界の車はねえよ。バードストライクにぶん投げられるとか、鳩。ジェットの？やばいよ、怖い怖い怖い。ジェットじゃなくて、あの、だから鳩の大群の中に、その男が打ち捨てられて、どれぐらい傷を負うかみたいな。じゃあ、クラファン立ち上げる？え、これ言うことやると不謹慎で、なんか注目浴びるために何でもやってんのかって言われちゃうのかな。こんなにロジック語ってんのに。ね。でもさ、すごいのはさ、俺たちさ、そんなに言ってんじゃん。そんだけ言って、じゃあリリちゃんのこと好きなのかって言われてさ、リリちゃんと会うってなったら俺会いたくねえんだけど。もう会いたくない。
え、でもそれはでも俺今さっきも語ってたけど、リリちゃんがいいやつだったら全然思ってないからね。そうそう、なのになんかその概念とか、そのなんか今話したことを言えば、なんかクラファンをするに値はするなと思っちゃった。うん、その恋愛とかそうじゃんっていうこととか、みんなリリちゃん予備軍だからっていう、そう、お前だけがなんか割り食ってるってのは分かる。そうだから、それで男はもっと、むしろ男ってこの点に関しては女に対する制裁みたいな感じに実はでもなってないんですよ。女たちはリリちゃんは他人事ですよ。だからまあ、だからリリちゃんをクラファンで救うんだみたいな理屈、ちょっとロジックに行くのが難しいんだけど。うんうん。でも、リリちゃんを支援してるやつがいるらしい。すごいね。アカウントがさ、今、リリちゃんは獄中ですになってんだよね、この人ね。センスあるよね。あの、ビッグサイトみたいに、アットつって獄中ナンバーやってるの面白いね。ビッグサイトみたいな。ブースナンバーみたいに。なんとか刑務所203とか言って、いやそれ言ってもそこ行かねえからって、コマ番号これでもちょっとクラファンやったらおもろいな。クソフェミとしてやるのもありだな。どういうこと？でもこうやって犯罪になるのかな。いや、クソフェミとしてリリちゃんを救うっていうクラファンっていう、クソフェミとしてリリちゃんを救うってどういう立ち位置で、どういう因果関係にあるんだ。つまり貢いだりする、あ、難しいな。そっか、男が悪いんだ。あ、そっか、男が悪いんだスタンスね。でもその難しいな、あんま分かんないな俺。そっち全然、 俺がクソフェミじゃねえからやっぱり分かんねえわリリちゃんって普通にキャバ嬢を、うん、やってたらよかったのにね。キャバ嬢としてそういうふうに、でもそれは、やっぱ一回お店の売り上げにしちゃう。でも、まあ、だとしてもさ、入るじゃん。そうだよね。だからやっぱり個人事業主でやりたかったんだろうね。個人事業主、いや、キャバ嬢も多分個人事業主だけど、その、お店を仲介させずやっちゃったみたいな感じでしょ。企業家っていうか、マインドがそっちだったんだろうね、なんかこう。そっか、起業家か。起業家でしょ、やっぱり。スタートアップだ。スタートアップじゃないSDGs とも持ってたんじゃない。この世から王子を撲滅して、推しの担当を生存させるっていう。要は、王子は二酸化炭素を排出するお金の使い方ばっかするから。王子から金をとりあえず抜くっていうことが温暖化を止めるみたいな。そしたらよかったのか。いや、やっぱ分かんないんだよな。そうだね、確かに。分かんないっていうか、本当はスピード違反的な感じでさ。うん。いや、いっぱいいるじゃないですか、つって。え、でもそれをさ、街で取り締まったら面白いね。そういう、警察がいてさ、隠れて。警察が喫茶店とかで隠れてさ、その彼氏と彼女っぽい会話をこう聞いててさ、んで、ビビビビビって。今なんかおごってもらう感じになってましたよねつって、もう青切符出してさ、でカップルが出てくときに他のカップルに取り締まりやってますよ、ここネズミやってますよみたいな、パッシングしておく、パッシング、あの外から歩いてくるやつにこう手でパッシングする。この小説の描写やばくない？今にも入ってこようとするカップルに 手で押しているとみたいな、この世界なんだよっていう。中に私服警官が紛れてる。立花隆、こういう時に出てきてほしいんだけど。そうだな、立花隆、ここやってほしいな。でも、だからそれこそ、さっき言ったその検察とか裁判官の世代の権力を持ったやつが女を懲らしめる構図の中に、立花はやっぱり同じ側にいるんじゃない？え、でもそこは戦いそうじゃない？いただかれてそうじゃない？でも、立花はいただかれたなんて思わないでしょ。で、立花はこいつをなんかどっかの区で擁立するんだ。リリちゃんと大津がコンビ組んだらおもろそうだな。やばそう。大津って人が俺全然人となりってか、俺も分かんない。分かんないけど修羅場くぐってそうじゃん。うん。金銭感覚狂った二人になってそうじゃん。こんな恋愛感情を利用した恋愛、成就しないことなんて死ぬことあるだろ。あるよね。
それ言ったらさ、よく女の人がさ、若い時から付き合って、なんか結婚しないで30で捨てられちゃう女の人の悲惨さとかあるじゃない？あっちの方がよっぽど、もうその、この先取り締まられて犯罪になりそうじゃない？いや、ほんと、だからそういうのもさ、あるじゃん、その今言ったみたいな。ねえ。どうだ、お酒飲んでんか？久々じゃん、なんか最近見ねえなって話になってんだよ。ちょうどだ。もう結構ほら、ヒゲ生えちゃったじゃん。え？ヒゲが生えちゃったから。待って。誰がじじいじゃーん。挨拶。こんにちは。こんにちは。髪型がかわいいね。あ、こいつかわいいってキンクなんですよ。あ、言われたくない。かわいいキンク、キンクなの。あ、もう、言っちゃ言われたくないって言われた。ダメなのよ、それね。もう嫌だです。はい。かわいい。あれ、じゃあかっこいいがよかったんだ。そう。すごいね。で、男なんだね。じゃあお母さんが可愛いって言ってもダメなんだ。そうそう、怒る怒る。ええ、俺全然嬉しかった記憶あるよ。子供の時に？うん。うそー。もう嫌だったね。じゃあそこ似てんじゃない？似てるわ。俺大好きだったよ。周りの大人が止めるまで殴り続けたもんな。でも逆に言うなら、ちょっと普通嘘を流しちゃったけど。でも逆おかしいっていうかさ、もうちょっといただいてるな。ってこと？え、だったらもうさ、角刈りとかモヒカンにすべきじゃん。ああ。お母さん、お母さん、僕はもう嫌だから床屋に連れてってくれと。それぐらい言えるはずだよ。だけど、やっぱり可愛いちょっといただきたいんだよ。ああ、いや、でもそこはちょっとでもどうなんだろうな。じゃあなんでそんな。髪型にしてんの。かっこいい持ってんちゃう、あれは。ああ、なるほど。あれでさ、なんかリボンとかつけてたらね、いただいちゃってけどさ。いただいちゃって。男性像はやっぱもう今、韓流とかそういう感じなんだよね、きっと。いや、あいつ確かに何をモデルとして、あの髪型気に入って何やってるのか、それは分かんないんだけどさ。あいつの中の男像が分かんねえよ、俺。確かにな。聞いてみてえな。今度聞いて。今度聞いてみるわ。お前にとっての男って何なんてな。何がかっこよくて何がかわいいか、え、じゃ、なんか2択とかで迫ってさ、お、なんかタレントで。ああ。かわいい、かっこいい、どっちとかさ。大泉洋と、うん。なんかジャニーズとか出して、どっちがかっこいいって。そうそうそう。意外と大泉洋選んだら、この分岐が変わってくるもんね、なんかね。雲行きが怪しくなってくるよね。うん。まあいいけど、それは。俺、大泉洋選んだ後の何出せないか全然わかんないよ、その後のカードが。藤岡弘とかになってくるの、最後。いやでもそっちじゃないじゃん。そっちだったらやっぱ角刈りにしてるよ。そうだね。あのね、斉藤さんがちょっと上田さんっぽかったからな、今。上田さんって言えるの？乗っかっちゃったから。それ今キンクだからって言っちゃった。あ、そう、僕はキンクなんだって東さんになっちゃった。東さん、僕も可愛いとかって言うんだ、すぐに。そう、そうなんです、本当だよねって今やっちゃったから。ああいうひげ面の男丸出しにしたやつってのはね、僕のことそうやって可愛いとか言うんですよ。すぐにそういうことを言うんですよ。それで、それで本当に言っちゃう、こういう人ってひどいよねって言っちゃったから、今のないよね、可愛い可愛いとかって言ったもん、それはない、それはないよねって。それはないって言っちゃったから。だから、うん、そうだそうだって今。あ、確かにそれだったかもな。